小沢虎は、日本の実業家。旧姓は倉沢。姓の、沢は、宅の旧事態であるため、小沢虎とも表記される。株式会社、小沢組を経て、片倉製紙防石株式会社に勤務し、薩摩製紙株式会社専務取締役、松江片倉製紙株式会社監査役、小沢組合名会社社員、長崎製紙株式会社専務取締役、 佐賀県税産業株式会社専務取締役、株式会社富岡製紙所工場長、片倉製紙防石株式会社片倉富岡製紙所工場長、朝鮮、キート株式会社取締役などを歴任した。小沢家が寄贈した岡谷市庁舎。地域のためにと小沢家が資材を投じて建設した1884年4月、倉沢清人の次男として、長野県で生まれた。 実業家である小沢福田の長女と結婚することになり、それに伴い福田の養子となった。もともと福田の長女は小沢春美と結婚しており、福田は春美を養子,子としていた。しかし、春美は若くして亡くなったため、福田の長女は虎尾と再婚することとなったのである。なお、福田の長女と春美との間には小沢金一が生まれており、 亡くなった晴海に代わって近日が小沢家の着手となっていた。当時の小沢家は家業が交流を極めていた。もともと小沢家は品濃国で製紙業を営んでいたが、小沢福田の実父である小沢金左衛門が初代片倉金太郎や林倉太郎と共に同業者を休合して結社、開明者を創業し、小沢や片倉や 林家が林番で社長を務めるようになった。解明者は、県下第一の結社と称えられるほどの成功を収めたが、やがて、長野県の製紙業結社では加盟業者の独立が相次ぐようになった。金左衛門より家徳を相続した福田も、経営していた小沢組を解明者から独立させることにした。加盟業者の独立が相次いだ結果、長野県には、 機械生死業者だけでも600社以上が乱立する事態となったが、その中でも小沢組は、諏訪の六大生死と呼ばれるほどに成長した。1923年時点では、長野県だけで1075カの生死所を所有していたが、その他埼玉県に1005カ熊本県に418カ青森県に348カなど、県外にも多数の生死書を所有し、 全国規模で事業を展開した。こうした中、虎尾は福多の向こう用として家業に励むことになる。九百二十三年、小沢組は株式会社化され、初代社長に小沢福多が就任したが、この時点で二千七百カマ町を擁する巨大製事業者であった。その後、初代、片倉兼太郎の実弟であり、養子師でもある二代目、片倉兼太郎が経営する。 片倉製紙墓石と小沢組との合併が取り沙汰されるようになった。片倉製紙墓石は小沢組と同様に解明者から独立した初代金太郎の片倉組を源流としている。さらに小沢家と片倉家はもともと園石であり良好な関係にあったことから合併協議はスムーズに運んだ。その結果、1923年に 片倉製紙墓石と小沢組の合併が成立した。この合併により、日本国内の製紙書のうち7割以上を占める巨大企業が誕生することになり、各地でさらなる製紙書の新設や買収を展開するとともに、日本本土だけでなく、朝鮮や中華民国にも進出した。合併後の片倉製紙墓石において、福田は取締役として迎えられ、常務に就任した。 トラオも、片倉正氏製紙石の幹部として迎えられることになった。なお、トラオは、妻が亡くなると竹から5歳を迎えることにした。また、妻子を伴い福田の家から分家することになった。ただ、福田との養子縁組は解消せず、引き続き福田の養子として活動した。片倉財閥においては養殖を歴任した。片倉財閥の中核企業である、片倉正氏製石に勤務し、 片倉小沢製紙所、平野製紙所などで所長を務めた。特に、九州地方において活躍し、都市製紙所や沖群瀬製紙所にて所長を務めた。後に、片倉製紙防疾の九州監督を経て、九州幹事に就任した。同時に、片倉財閥参加の薩摩製紙では、取締役となり、専務に就任し、松江片倉製紙では、監査役に就任した。 長崎製紙でも取締役となり、専務に就任し、佐賀県税産業においても取締役となり、専務として送り込まれた。こうした経歴から、やがて、企業経営に通じた、経験豊富な片倉製紙の幹部社員と、目されるようになった。その他、小沢福田が、合名会社として新たに、小沢組を設立すると、その社員となった。なお、小沢組の代表社員は、 福田が務め、福田が亡くなると家督を相続した小沢金一が代表社員となった。なお、世界遺産の富岡製糸場と絹産業遺産群として知られる富岡製糸場の運営にも携わっていた。1900年代より実業家の原富太郎が率いる、元号名会社が元富岡製糸所を運営してきたが、1938年6月に、 株式会社富岡製紙所が設立され、別会社として原から分離独立した。その際、片倉製紙剛石が富岡製紙所の筆頭株主となったため、代表取締役には現出身の西郷武雄がつき、工場長には片倉製紙剛石出身の虎尾がつくことになった。官営の富岡製紙場時代から数えれば、通算で15人目の工場長となる。 同年7月より工場長を務めていたが、翌年には富岡製紙所は片倉製紙宝石、吸収合併されることになった。それを機に工場の名称も片倉富岡製紙所と改められたが、引き続き工場長を務めた。1940年8月に退任することになり、公認の今野真一に引き継いだ。また、上、 諏訪駅周辺の観光地下にも貢献したことでも知られている。1899年、養父の小沢福田とその実定の小沢拓が、この地域の土地を共同購入した。この地域は、もともと諏訪湖畔から低湿地が広がっており、住居や商店なども存在しない、単なる手作り地に過ぎなかった。ただ、関節中央東千円線と上、 諏訪駅設置が計画されていたことから、福田とタクは、その将来性を買ったものとされている。後に、関節中央東線沿線計画が頓挫した際には、タクが今井ゴスケラと45万円分の政府交際を購入するのでそれを原始に、中央東線を延長してほしい、とする請願運動を展開した。また、各地にある小沢組三家の製紙工場で排出された。 石炭の残差を船で運び込み、それを用いて、提出地帯の埋め立てを推し進めることで、湖畔の土地を造成していった。宅がなくなると、この土地は、宅の長男である小沢金蔵と福田が共同で所有した。1925年、この土地の所有権は、福田と金蔵の共同名義から、法人である小沢組の名義に変更された。この土地には、 小沢家の別荘が建設されたとみられるが、それを虎尾が引き継いで改装し、1930年頃に小半荘を開業したとされる。この地域で開業した旅館やホテルの講師であり、後にこの地域は首都圏からも観光客が訪れる一大観光地となっていった。片倉財閥を起こした片倉家とは隕石関係にある。戦災の父であり、養父でもある。 小沢福田の次女は、片倉俊太郎の次男である、片倉直人に嫁いでいる。直人は、片倉聖子宝石などの役員を務めた実業家である。また、福田の弟である、小沢拓は、貴族院議員である、今井五助の長女と結婚した。五助は、初代、片倉金太郎の弟であり、片倉家から、今井家の養子となった後、片倉聖子宝石の役員を経て、 国会議員となった。このように、片倉家と小沢家は、関係が深く、片倉聖氏宝石と小沢組との合併が話題となった際には、片倉、小沢両家の間柄は切っても切れぬ、親族関係、同じ土地に六大聖子などの対立していたからとて、別段子を値敵としていがみ合うふこともなく、最近キート業改善の先決問題として、 静止業行動の機運が醸成されきたったのを同期としてスラスラと合併団が直伝のもむしろ当然の話と報じられた。ありがとうございます。